皆さんこんにちは、エミリーです。今日はフランスのスーパーの様子や食べ物、飲み物、買い物の仕方などについてをご紹介したいと思います。こちらのスーパーはパリの郊外のモールにあるオーションというスーパーです。他のスーパーに比べてかなり大きく品数も豊富でした。こちらは野菜コーナーです。網に入っている果物や野菜は大体値札がついていることが多いです。バラ売りのものや値札がついてないものは袋に入れて自分で測って値札をつけます。この機械で測って値札をつけていきます。はかりの使い方は、まず袋に入れた野菜をはかりに乗せて、自分がこれから買う野菜をパネルから選びます。値段が表示されるのを確認した後に、値札が下から出てくるのでそれを袋に貼るだけです。これをこのままレジに持っていきます。野菜を測らなくていいスーパーももちろんたくさんあります。お肉コーナーにやってきました。こちらは牛肉のコーナーで、あらかじめ成形された牛肉が売られています。こちらは豚肉のコーナーで、ソーセージがたくさん売られています。大きいスーパーだとかなりいろんな種類があります。お肉コーナーがさらに別の場所にもありました。こちらの周りの白いお肉はスシソンというもので、サラミのようなものです。フランスではこのスシソンを薄切りにしたものをアペロの時間にワインなどと一緒に食べます。初めて食べた時はすごいしょっぱいなと思ったんですけれども、結構美味しいです。うちにも必ずストックが1本あります。こちら生ハムのコーナーで、自分の好きな分だけ頼んで切ってもらうスタイルです。これはすでに作られてるお肉料理なので、何グラム欲しいですと言えばその場で取り分けてもらえます。お魚のコーナーに来ました。ここで売られている生の魚は必ず火を通す必要があります。こういった棚に並んでいるお魚で、プラスチックのバッグに入っている魚は必ず火を通して食べるものになります。フランスでお魚を生で食べたい、お刺身とかで食べたい場合には魚屋さんに行く必要があります。このスーパーは魚屋さんが併設されていたので、こちらで生食用や刺身用の魚をゲットすることができます。一匹単位で売られている魚もありますが、切り身で売られている魚も結構あるので、私はさばきたくないのでよく切り身の方を買って家で食べます。首や貝類はフランスで生で食べたことがないので、お魚屋さんで買っても生で食べられるかどうかがちょっと分かりません。もし食べたことあって問題なかったよって方がいたらコメントで教えてください。こちらが魚の切り身のコーナーです。魚の切り身でも皮があらかじめ剥かれてないことが多いので、私は魚の切り身を買った後に生で食べたい場合は自分で皮を剥きます。値札はキロ単位で付けられています。切り身があまりに大きい時には半分にカットしてもらうこともできます。注文した魚は袋に入れてもらえるので、これをこのままレジに持っていきます。ワイン売り場に来ました。こちらの棚の手前はシャンパンが並んでいます。この辺り全部シャンパンです。こちら白ワインのコーナーで、こちらが赤ワインのコーナーです。こちらはスパークリングワインのコーナーです。
ちらはロゼワインのコーナーです。フランスではロゼワインは白ワインや赤ワインよりも安く売られています。フランスではロゼワインは一年中飲まれるものではなく、夏場やバーベキューの時に飲むものという認識が強いようです。中にはロゼワインはワインではないと考える人もいるという話を聞いています。ワイン以外のお酒のコーナーもすごく種類が豊富でした。こちらは牛乳のコーナーです。フランスでは牛乳は冷蔵室の中でなく外にこのように陳列されています。牛乳だけに限った話ではないですが、このようにプラスチックに包まれて何個かまとまって入っているものは自分でプラスチックを破って欲しい分だけ取っていくスタイルです。このようなゴミ袋は自分で破ったプラスチックをここに入れて処分するためのものです。こちらのファシル・ア・ディジェフレというサインはお腹に優しい牛乳という意味です。この写真を見ると分かりやすいのですが、フランスの牛乳は3種類の濃厚さに分かれていて、キャップの色で分かるようになっています。左の方に並んでいる赤いキャップの牛乳はとても濃い濃厚な牛乳です。真ん中の方の水色のキャップの牛乳は普通の牛乳で、その次が緑色という3種類になっています。卵売り場に来ました。こちらの卵は外で放し飼いにされた鶏の卵です。フランスでは鶏の飼育環境によって卵の値段が異なります。ケージの中で育った鶏よりも外で放し飼いにされている鶏の方がより良い環境でストレスが少なく育っているので、卵の質も高く値段も高い場合が多いです。こちらのリベッテと書かれている卵も外で放し飼いされた鶏の卵です。こちらはチーズ売り場です。大きいチーズは欲しい分だけカットしてもらいます。こちらパン売り場です。フランスパンで有名なバゲットはだいたい1ユーロぐらいで買うことができます。以上が今回の動画になります。ご視聴ありがとうございました。フランス生活で見てみたい動画のリクエストなどがありましたらコメント欄で教えてください。ではまたねー。